こんにちは、講師の竹内です。それではですね、22年度消費生活アドバイザー2次スピード合格講座の論文予想模試解説、企業予想模試の解説ですね、企業経営の予想模試解説を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、予想模試の解説を行っていきたいと思いますので、このテキストをベースに、予想問題集をベースにですね、解説を行っていければというふうに思います。企業経営ですね、企業経営の問題の、よいしょ、の解き方ですね。どの問題でも一緒なんですけども、時間配分っていうのが重要になっています。時間配分がですね、悪いと書きたいものも、書くべきことも書けなかったりとかもしますので、まずですね、時間配分が最終的にはこの時間配分でできるように、これでもない、これじゃなくてもご自分のですね、うまくいく型があれば、型っていうか、うまくいくような時間配分ですねがあれば、その通りやっていただければと思うんです。参考までにですね、この時間配分ご紹介したいと思います。で、企業経営今回解説しますが、他の分野も3つぐらい、他の残り2つぐらいテーマが出るので、そのテーマの中から、選択テーマ、3台より1台の選択だった場合、その3台の中から1個選ぶっていうテーマ選択っていうのを実施するっていうのと、全体で10分ですね、7、8分ぐらいで構成の検討とか内容の検討っていうのを行っていけます。で、この時にですね、問題文にあるような制約条件っていうのを確認して、予見の中の制約条件をチェックするっていう行為もやっていただきたいと思います。で、その制約条件を踏まえてどういう内容にするかっていうのは、メモ書きですね、どういう構成にするか、どういう内容を書くかっていうのはちょっと検討していただいて、10分ぐらい、だいたい10分、始まってから10分ぐらい、残り時間50分っていう状況で、記載に入っていただくですね、本文の回答用紙に書くっていうのを始めていただければと思います。で、だいたい40分から45分ですね、残ってるので、その時間で書いていただいたり、自分の中で添削ですね、ちょっとおかしいとこないかなとか、誤字ないかなとかいうチェックをしていただいて、残り5分で最後の確認ですね、制約条件の確認をここでもう一回するっていう感じですね。この時点で制約条件漏れを発見した場合も、この5分では確かにどうしようもないんですけども、制約条件をチェックしたってことを踏まえて、本当に入ってるよねって最後確認するっていうイメージですね。はい、ではですね、ちょっと解説をそれぞれ行っていきたいと思います。で、解説ですね、ちょっとまずはこの最後の問題から行っていければと思います。企業経営の5ですね、予想問題の5番目の問題からちょっと行えればと思っています。で、5番目の問題はですね、今日地球温暖化を防止するあらゆるところで脱炭素社会への取り組みが問われてきている。そこで企業における脱炭素経営の必要性や取り組みについて以下の観点を踏まえて論ぜよということで、パリ協定、地球温暖化対策の国際的な枠組みですね、の発行っていうのと、 ESG ですね、結構最近ワード聞くようになったかなと思うんですけども、 ESG の投資の拡大、ESG っていうのは環境社会企業投資ですね、の拡大、あとはサプライチェーンですね、供給網のことで、調達から消費までの一連の流れ、サプライチェーンって言います、の脱炭素化っていうところ、この3つのワードを踏まえてですね、3つの観点を踏まえて論じてくださいということで、次のページでですね、ちょっと制約条件チェックをしたものがあります。で、まずは企業における脱炭素経営の必要性っていうのが1個と、それの取り組みについて、この3つの観点を踏まえて論じようというところが制約条件になります。で、この3つの観点ですね、よく読むとパリ協定っていうのが、なんていうんですか、地球温暖化の枠組みですね、ざっくりその温暖化対策を国際的にどういうふうに行っていくべきなのかという枠組みで、 ESG っていうのがその環境とか社会とか企業投資の投資の拡大っていうのが行われてきている。で、サプライチェーンはよく見るとその供給網なので、企業の中の供給網、 ESG よりは少し狭い世界かなというふうに思える、考えられるので、この順で
この観点上から記載していくとちょっと書きやすそうだなというふうに想定します。ここで想定をします。で、脱炭素経営の必要性取り組みについてちょっと語っていくということで、まず1個こういう構成にしましたと。まずは1個目の段落ですね。2020年以降気候変動の問題に気候変動問題に関する国際的な枠組みとして2016年に発行されたパリ協定の制約条件を盛り込んでます。では、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保ち 1.5 度にまで抑制することを努力目標とし、今世紀後には温室効果ガスの排出と吸収量、森林とかで吸収できるので吸収量のバランスを取ることを掲げている。パリ協定の話を、一般のパリ協定の、ことを書いてます。でパリ協定発行以降ですね、温室効果ガスの抑制、ここでパリ協定の発行以降、発行したワードを書いてます。温室効果ガスの排出抑制である低炭素化から温室効果ガスの排出ゼロにする脱炭素化への流れが瞬く間に広がっており、我が国では国内の温室効果ガス排出を2050年までに実質ゼロ、カーボンニュートラルですねにする脱炭素社会への実現を2020年10月に当時の菅内閣総理大臣が宣言しているということで、これ脱炭素化の話も盛り込んでます。地球温暖化防止するために脱炭素の実現を取り組みを行っていくことの必要性を語るので、脱炭素の話題を出さなきゃいけないですよね。なのでここで出してます。でここにパリ協定の話を盛り込みながら脱炭素の話を出して、次の段落でですね、投資家側が責任投資原則 PRE ESG 情報を意識した投資行動の世界的な枠組みですねを組み入れた ESG 投資を拡大させるに伴い、 ESG 投資の拡大させるのに伴い投資受け入れ側企業の脱炭素経営による企業価値向上への取り組みが積極的なものに変わりつつある、投資家がですね ESG 情報を意識した投資行動をしていくっていう枠組みっていうのが組み入れて拡大させていっているので、企業としてもですね脱炭素経営を行っていくことが企業価値向上につながってきてつながるということで、その取り組みが積極的なものに変わってきています。でこの先もですね、多くの投資家が継続的な投資判断の材料の一つとして投資先企業の脱炭素の取り組みを重要視する動きである。でさらに融資先企業に対して銀行が ESG を考慮し ESG 情報の開示を求めるケースが増えており、消極的であった企業の脱炭素化に向かう契機にもなっている。必要性ですよね。だからこれをやってないと投資家から投資をしていただけなくなってしまう可能性があるので、必要性が高まってきているってことをこのセンテンスでは書いてます。でここではですね、丸2っていうのは ESG 投資の拡大っていうワードを盛り込んでいます。でここの1とっていうか、この2つのセンテンスで必要性っていうのを語ってます。脱炭素経営の必要性ですね。制約条件のここの脱炭素経営の必要性、なんでこれっているんだっけっていうところを語ってます。で具体的な取り組みについてをこのサプライチェーンの部分の、制約条件を含めて語っています。脱炭素社会実現のためにはサプライチェーン全体で取り組む必要があります。で、サプライチェーン全体で環境配慮を求める動きが強まるにつれて、これまで大手企業が主導していた脱炭素への取り組みが中小のサプライヤーに至るまであらゆる階層のサプライヤーを巻き込みながら温室効果ガスの排出量削減を実行を移していくことが予想されます。例えば
取り組みのところですね。例えば太陽光や風力などのエネルギー源とする再生可能エネルギーの利用や地球環境に配慮した事業展開などを取引条件とする企業が出始めており、企業はサステナブルな事業を行うためにも脱炭素の取り組み必要不可欠になっているということが、と思われるというところで書いてます。最後サプライチェーンに絡めて脱炭素必要性を踏まえた取り組みについてワードとして語っています。はい、まあ、こんな風にですね、ちょっと綺麗にできなかったとしてもですね、まず大きな骨子としては脱炭素の必要性っていう骨子1個、この大門のとこですね、大門の予見のとこの脱炭素の必要性っていうところ、取り組みっていうとこは絶対に2要素として盛り込んでいただきたいので、必要性はこういうこと、取り組みはこういうことみたいな整理をしていただけると、10分の最初の10分ですね、いいかなと思います。必要性と取り組み、ワード2つ、予見としてあって、必要性は、なんで必要かっていうところにまず前提がないといけないので、パリ協定の話を盛り込もうっていう、ここは前提に使う。でこういう脱炭素の話が出てきたから ESG 投資っていうところでも枠組みを整理したんですよね。前提を受けて ESG 投資の話が出てきましたと。でそれを踏まえて取り組むってやった時に、企業一つでも取り込めるんだけど、サプライチェーンの話を持ってきて、サプライチェーン全体で取り組まないと結局その脱炭素っていうのは難しいんだ。でサプライチェーンっていうのはさっきあったように供給網ですよね。調達から消費までなんで、調達してきて、製造して自分たちでそのなんか作ってそれを消費者に届けるっていう一連の流れなんで、例えば作る企業だった場合、作るところだけその脱炭素を一生懸命やったとしても、例えばその作って包装するところがその脱炭素を意識してないような、企業だとすると、サプライチェーン全体で見た時には脱炭素の取り組みができてないっていうふうになっちゃうので、サプライチェーンで脱炭素の取り組み、具体的な取り組みを書こう、ということで、その中では例えば再生エネルギーの話と、再生とか、あとは取引条件に含めるとか、とかこれ今回この2つ書いてますけど、いっぱい他にもありますよね。 CO2 排出量を目標に掲げるとかでもいいですし、そういうことを具体例として書いていただいて、最後締める、文字数800字に近い状態で締めていくっていう感じでやっていただければいいかなと思います。